雪深い山あいの町、岐阜県高山市庄川町。昨日、この町でも18人だけの成人式が行われました。みんな集まれるかなと思ったんですけど、なんか全員参加できそうなんでよかったです。みんなに会えるから楽しみです。楽しみ。はい、嬉しい。コロナウイルス感染拡大が懸念される中、消毒や検温を徹底し、式典に出席できる家族を2人にするなど対策が行われていました。さらに市長などの来賓の挨拶もビデオレター。コロナ禍ならではの成人式となりました。式典の最後に新成人一人一人へ何かが配られました。実はこれ、14年前に家族の思いがしたためられた手紙などが入っているタイムカプセル。例年の成人式は式典の後にパーティーが行われ、そのメインイベントとして配られていたラッピングされた丸い筒。中を開けると可愛らしいカンカンが出てきました。庄川の成人式では恒例となっている思い出のカンカンです。新成人たちが通った保育園、遊戯室の棚で14年間大切に保管されていますが、今回はなぜカンカンではないんでしょうか。やっぱり大きさに合わせてしてしまうと、なんか壊したりして入れなきゃならないものもあるのなら、かわいそうって感じで、じゃあ今年は自由に缶に入れないで預からせていただこうっていう初めての試みでやらせていただきました、はい。成人した我が子への思いが詰まっているタイムカプセル。小学校卒業の時に将来なりたい職業のカードも添えられていました。そんな中、牛飼いと書かれた袋を受け取ったのが水尻さくらさん。自宅へお邪魔してタイムカプセルの中身を見せてもらいました。中から出てきたのはこれ、枕カバーなんだそうです。赤ちゃんの時使っていた枕カバーで、この枕カバーがないとなかなか寝れなかった。さらに両親が書いてくれた手紙もありました。年少組で初めて母の日のプレゼントに絵を描いてくれた時はとても嬉しくて泣いてしまいました。成人になったさくらは今何をしているのかな、夢に向かって進んでいるのかな。さくらさんは今、牛の繁殖農家になるため日本一の和牛産地といわれる鹿児島で修行をしています。それもそのはず、実家は和牛を繁殖させる仕事をしていて、幼い頃から牛に触れ、ずっと夢を追いかけていたのです。でも高校に入るまで夢を反対していた家族がいました。それはおじいさんの勇さん。去年6月に風呂場で倒れ亡くなったのです。コロナもあってなかなか行くことはできず、最後も多分ちゃんと顔を合わせることができなかったので、多分ずっと見守ってくれてるんだろうなって思ってるので、頑張んなきゃなって思ってます。はい。高校で畜産を学んでいた頃にはおじいさんは応援してくれるようになり、一緒に会社を作って岐阜で有名な繁殖農家になろうと励ましてくれました。さくらさんはあと3年ほど鹿児島でさまざまな技術を学び、その後は実家を継ぐためにふるさとの庄川へ戻ってくるのだといいます。それを夢はというよりおじいちゃんされて言ってたので、そのことは絶対叶えてあげたいなって思ってて。成人の日、改めて自分の夢、そして家族の絆を確かめ合う、そんな一日になりました。